久保さんちょっとポケベルにしましょうか。ちょっとね、ポケベルって今、市場に出回ってんのかなって調べてみたら、メルカリでポケベルを出品してる人がいてで、これ驚きなんですけども、買ってる人がいます。ソールドアウトが、ただしね、価格はだい,たい1000円、1000円から500円ぐらい。あ、でも1500円あるな。どこも。3800円もありますね。どこもケース付き。これないんですかもですけどね、ポケベルね。ポケベル <laughs>。 買ってる人結構、まあまあいますよ、これ。ソールドアウト。うん。あ、千、千円ぐらい。うん。うん。はい。ということで、未だにポケベルが売れるということですね。でも、多くの人はね、ポケベルも知らない。し若い、今の子なんかはポケベル知らない世代だから、ポケベルって何ですかっていう話でもあるし、うその、どういう機能を果たすのかもよくわかんないし。で、今ポケベルがあったとしても、このね、 まあ昔、この奥間商社会式のやり取りでポケベルの機能を応用して、その、なんだし、えっと、あの、ね、サービスエリアとかの飯食うところのベルになってるよとかいう話はあったんだけど、そのもののポケベルですよね。普通にあのドコモさんが出してるようなそのポケベルを今買って何に使うのかよくわかんないですけど、売れてるっていうね。だから世の中にはね、いろんな価値があるんで、うん。 あなたが知らないあ、あなたが知らない、あなたが興味がなかったとしても売れる可能性はあります。出せばね。いってらっしゃい。